ピオカ全然減ってない。めっちゃこれ。まだこぐらい残ってる。少しずつ飲もう。こんばんは、初見です。違うでしょさっきより食べが増えてないよ。増えてない、知ってる。怖い、増えてたら。こんばんは、どもん。こんばんは。おみおさん、あと3日くらいかかんないよ。大丈夫よ、大丈夫よこんばんは、どもん。さっきオーネストマン聞いてた、覚えてた少しこんばんは、どもん。何がみ、何これ。よいしょ、こんばんは。タピオカ3日持ちそう。それやばすぎる3日持たせんのやばいよ、やばいやばい。残したらブーちゃんが食べちゃう。大丈夫、全部飲む私は。こんばんは、だもん。チャンさんファンレベル17、ありがとうございます。ありがとう。仕事はお疲れ様。お疲れ。マットさんファンレベル12、ありがとうございます。ありがとう。うなぎ安く買うたびから帰ってきました。今日の晩ご飯中尾です。中尾にあるの、うなぎ結局中尾なんかいこんばんは。ブライトン強かった？何の話を何の話。こんばんは、どもー。こんばんは。それミルクティーなの、ブブ。何、私ブブだと思ってる？ブブじゃない。これイチゴミルクです。イチゴミルク、これはイチゴミルク。こんばんは。キズナさんファンレベル17、ありがとうございます。ありがとう。こんばんはどうもー。ブブタも夜ご飯食べる。ブブタって誰のこと言ってんですか、私？それともブブちゃん。ブブちゃんは夜ご飯さっき足して食べてたよ。中もうなぎ丼あったけど、親子丼。結局うなぎじゃないんかい、うなぎじゃないんかい。何歌おうかな。うなぎは今日の売れ残りを明日狙っていく。いいねあり。こんばんは、どうもよいしょ。何歌おうかな、何にしよう。長いと思う。歌、こんばんは、どうもん。何でしょう、うなぎさんのチェリーうなぎさん誰ですかこんばんは、ただいま、はじめまして無理があるだろ、それは無理があるだろ流行なんかに負けないんだからねあえて蚊に言ってたくせに、安くなったうなぎ狙って言ってたくせにこんばんは、どうも。二度目の方ありがとう。うなぎ市うなぎ市みたいな、うなぎ市、なんかうなぎの市場みたいこんばんは、どうも。二度目の方ありがとう。こんばんは、どうも。何しようかな。トシさんファンレベル17、ありがとうございます。ありがとう。オネストマンチ感いいのよ、つなげなくていいのよネストも入れる。さっきまで聞いてたけど、まあ歌えるかはちょっとわかんないよね聞いてはいたけど、
今日何を、さっきオネストマン聞いてたのよ。聞いてみる？私がどこまで覚えたのか。さっき聞いてた、少し。もうちょいか。オネストマン。封入れてくれればいい。なんでそれ。こんばんは、どうも。どうも、公式の初見です。なんだよ、公式の初見って。こんばんは。行きましょう、行くか。どこまで覚えたっけか。うなぎさんの振動はと。何、うなぎさんって誰よ。こんばんは。かわいい、ありがとう。ちょっと、いるか。オネストも。さっき聞いてて、でも、どこまで覚えたか。こんばんは、どうも。もはや風は必須？なんでよ。そんな風がいいのにな。チャイムだったら誰より先にドアを開けて外へ飛び出そう。勉強なんかできなくたってもっともっと大事なことがある。グラウンドのその真ん中で校舎に向かって叫ぶ。自分に正直に俺は生きたい。君が好きだ、たとえ振られたっていい。本当の気持ちをごまかしたくはないんだ。君が好きだ、どんなか。レールその想いを飲み込まないよ。誰に冷やかされたって言いたいことは言わせてくれ。世界で一番好きだ。難しい。窓に鈴なりやじ馬たちよ。耳の穴をかっぽじって聞け。天才なんか構わないんだ。ちゃんとちゃんと伝えなきゃいけない。こんなに大きな青空大の字に寝転がる。後先考えずに俺は生きてる。君が欲しい腹の底から笑顔大事やたくはないんだ。君が欲しいどんなドン引きされたってせいせいどうどうとぶつけてみる。もしももしも嫌われても腹に溜めるより悔いはないさ。バカがつくほどオネスティ。うまくったない。もずくさんファンレベル14ありがとうございます。ありがとう。オネスティ。君が好きだ、たとえ振られたっていい。本当の気持ちをごまかしたくはないんだ。君が好きだ、どんな過去悪くたって溢れるその想いを飲み込まないよ。誰に冷やかされたって言いたいことは言わせてくれ。世界で一番好きだ。ありがとう。おいちょ覚えてくる。あつもなかった、二度目なかった。ありがとう。こんばんは。どうも。あれがなんか難しく感じる。振り。ちょっと、もう忘れちゃったのよ。振りちょっと忘れちゃった。パチパチありがとう。ね。
もずくさんファンレベル14。ありがとうございます。言ったっけこれ。忘れちゃった。ありがとうございます。ありがとう。バチバチありがとう。優しいみんな。ありがとうございます。こんばんは。タピオカが吸えないぞ。歌い切れた？なんとか。でも全然歌えてなかった。初めてにしたよ的？本当に？よかったよかった。もうちょい覚えます。ピョカ。歌える曲くれってライン。優しい。うなぎいちで追いつけなくていいの。いらないのよ。半角にしても見えてるからな。なんでイケビにうなぎの歌がない。なんでうなぎの歌を歌ってほしいの。でも今日さ、割とさ、いい感じに飲めてるかもこれ。もうタピオカあとそんなないよ。2個ぐらいしか入ってないかも。2、3個しか。今日なんかめっちゃさ、なんかいい配分で飲めてるわ、タピオカ。いつもさ、タピオカがここにめっちゃ溜まるの、そこに。そこにめっちゃ溜まっちゃうんだけど、今日うまいわ飲むの。うなぎのチェリーいいのよ。うなぎにしなくて。こんばんは。すごい感動。今日めっちゃうまいよ飲むの。私いつも下手くそなのに。ストローに工夫？いやね、普通のストロー、先が斜めになってる。いつもタピオカ飲むのうまく出る。タピオカ飲むのもよかったよかった。こんばんは、どうも。じゃあ、あれ歌うか、さっき言ってたさ。大統領のやつ。順位上がるかな、これで。一つぐらい。厳しいかな。まあ、いいや。大統領のやつ歌うか。夜に会話はして。ありがとうね、来てくれて。今日かたまが上手なタピオカ、タピオカ飲むの。そう、今日はうまくいった。嬉しい。嬉しい。いつもね、うまくいかれないんだよ。最後にいっぱいタピオカ残っちゃう。今日うまいぞ、飲むの。レイの、あれを。シルブプレゼント。これいったわ。上がるかな、ジュニー。ロマンスの不祥事逃がさない、消してあげる。島流しだよ、みなされちゃう島流し。たまきよくうまく飲めてない。ちっちゃくやとまれてる。先生、私が大統領になったら人のとこにちょっかいかける女島流しにします。先生、私が大統領になったら嫌ただの友達だよってごまかすやつはへそから電気を流します。ダダダダイダー不敵センセーショナルクローズアー、ドドドドンクライやるぜ、たった敵にリサーチだ。大嫌いしょうがない、クズは病気ね、バイバイバイ。権力財産チーム性何もないけどさばきたいでしょ。ダダダ大統領になったらね、まずは君を捕まえるね、濡れたタオルで洗いざらい吐かせるね。誰ですかあの女、ダメですかそうですか。ロマンスの不祥事逃がさない、消してあげる。シルブプレプレプレジデンス。こんばんは。先生、私が大統領になったら、他の仕事の付き合いだよってやつは二度と働けなくしてやります。先生、いかにか、いや、向こうが強引でさ、っていう男の口にはレジオン流し込んで固めてやります。ゆひみちゃん、まるでトンフー気取りスキャンダラス。まあ、まあまた、固く干渉なしのスクープで。愛はない、理由じゃない。悪くないのね、はいはいはい。軽薄のイケシャシャ、何もないとかありえないでしょ。ダダダ大統領になってもね、多分君は変わらない。
知らんととぼけた。のらりくらりかわすのね。ネットですか、こんばんは。本気ですか、そうですか。情熱と不注意、微熱も消してしまいたい。ティンさん、ミラーボール、ありがとうございます。ありがとう。めちゃくちゃ働きますね。ワンツースリーダダダ大統領になったらね、マジで君を捕まえるんだ。濡れたタオルで洗いざらい吐かせるね。どこですか今あんた、見っけちゃったバレちゃった。夜道には火曜人さよなら、代わりに純正シルブプレフレフレジです。こんばんは。懐かしい、この曲懐かしいよね。前に流行ったやつ。ありがとう。ありがとうございました。チュー上がるかなこれで。大統領になりたい山田京が総理大臣になりたい岡田ひな子。やばすぎるじゃんこの二人。やばすぎる。初めて見た人びっくりよ。パチパチありがとう。あいとね、毎日配信91日目ありがとう。ありがとう。こんばんは。何度目の試合の話。もう一回島流しされてる。過去最高の出来、本当によかったよかった。よかったよかった。今日調子いい？やった。今日油そば食べたからかもしれないわ。今日昼ごはん油そば食べたの。温玉入りの油そば。温玉とニンニクトッピングした。ニンニク。ニンニクいらなきゃね、やっぱ。ウィンモキ畑捕まえてとかもありそう。わかんないよ、それ。入ってんのかな？ウィ、麦？それ VTuber さんの曲？なんか、なんちゃらウィさんって方いなかった？OK。ないよ。なんだっけ？しぐれウィさんみたいな。違ったっけ？なんだっけ、あ、合ってるかなお前。うん、その方のやつでもなさそうだった曲。あ、ゾムの方、二度目の方ありがとう。油そばで潤ったのかもしれない。うん、ニンニクに、ニンニクになりたい。ニンニクになりたい。ニンニクはね、油そばとラーメンは絶対あるよ。こんばんは。なんか TikTok とかショート動画でよく、あ、そうなの？聞いたことない。聞いてみよう。今日ニンニクすん。今日ニンニク食べちゃったよ。ニンニク食べちゃった。喉が潤ってうついてる。あ、じゃあ、いけるか？牛の日。うがついてちゃう、うだったらいける。食べ物じゃないけど。ギリいける？こんばんは、だわ。いつもの方ありがとう。タピオカ効果もあるかな。タピオカも混ぜて。今日スーパーでさ、あれ買ってきたの。長芋買って、長芋とあと浅漬けのものと梅チューブ買ったの。だから一本買ったからでかいからさ、半分いっぱい浅漬けにしようかと思って、長芋の。まあ、お店で食べたらめっちゃ美味しくって、じゃ作ってみようと思って。買ってみた。初めて浅漬け作る。浅漬け作ったことない。長芋の浅漬けにして、あと、長芋切ってさ、梅とポン酢でさ、なんかあるじゃん。それ。それ食べようかなって。今度やろうかなと思って。今日何曲くらい？今日まだ4曲くらいかな。そんな歌ってない。2度目の方ありがとう。ラジオやりながら、
砂漠の焼酎は飲まないけど漬物作ろうかなと思ってる。浅漬けお店で食べたんですよ。長芋の浅漬けめっちゃ美味しくって、そう作ってみようと思って買ってみた。浅漬けの素楽しみ、つけるの。巷では鹿の子の子のココイタンタンが入っててきましたが、京子さんご存知、知ってるよそれ。アニメだよね、アニメのさ歌が入ってるんでしょ、これ知ってる、最近入ってるよね、めっちゃ聞く。今何杯目これ水もあるけど、これ水なのよ、これ水なんですよ、お酒じゃない。長芋とあ、確かマグロもいいね。マグロはないけど、浅漬けもあなくに作ろうかな、つけとこうかな、作り置き。めっちゃ美味しかったのよ、その浅漬けのやつが、長芋の。だからちょいっぱい食べたいなと思って買ってきちゃった。コナッツサブレ、あのお菓子知ってるよ、知ってる知ってる、美味しいよね。お酒のつまみちょうど良さそうだけど、お酒飲まない、普通にご飯で食べたい。え、めっちゃ美味しかったな、本当に。ブレイキングダウン聞いたことあるけど、あんまわかんないや、見たことはない。こんばんは、どうも。日本酒じゃないよ、長芋浅漬けにする人は島流し、なんでだよなんでよこんばんは。浅漬け朝に扱うね浅漬けだけどね私はちょっと寝てるんだよさ。大野高文さん、100回目のままありがとうございます。たくさんありがとう、ありがとうね、ありがとうございます、ありがとう。こんばんは、どうも。ブブの浅漬け、そんな怖いこと言わないでよ、食べませんから。ブブちゃんは、ブブちゃんダメですよ、食べるなんて言わないじゃんダメだよ、来週後、今日方の誕生日である、違うよ、違いますよこんばんは、どうも、こんばんは。どうしよう、どうもどうも、こんばんは。よいしょ、ミラーボールすごい、攻めた、めちゃすごいね、14万ポイントいってる、最新のポイントの倍だすごい、ちょっと追いつけるように頑張ろう。14万、強いな。で、私紫音符めっちゃ増えてるわ、12万ポイントたくさんありがとうございます、ありがとう誰が、あ、ミラボール 1? ミラボール1はセナタン、セナタンです。岩下じゃない、間違った私のめちゃ見間違い逆で見ちゃった、なんでだろう浅漬けってあるのに深漬けってないの、確かに確かにね。タモの浅漬け食べたい、怖いよ食べたくなるほど可愛いけどね、ブータン。まあね、確かに可愛いけど久しぶり、え、久しぶり違くない、久しぶり、岩下は新生姜岩下に見えた、びっくりした、違いました、あの、なんでかわかんない、逆で読んじゃったなんでかわかんない。深酒の経験、深酒って何、いっぱい飲むってことないよ、ないない、飲めない、そんな、どういてしばして大して投げてありがとうね、いつも来てくれて。ぬくに来るまで全員配信中、ちょっとどうにか1位キープしたいな。ミラーボールもちょっと今回のイベントは3冠目標で頑張りたいから、ミラーボールも1位取れるように頑張ろうひらがなマジックわかんなくなっちゃったにはねこんにちは、なんか歌おうかな、星の宮ってのね、変わってるよね、ミュージック先生、あれテロップ消えてる、あれ私書かなかったっけ、あれ、はい、忘れてたのか忘れてたみたいだ、あら忘れてた、うん、よいしょ、
こんばんは。でも手作りあさづけが食べたい。長芋うまくいくかな。ちょっと初めてあさづけ作る。買ってみたの、あさづけの素ってやつを。楽しみ。キブハータムはとてもかわいい。何言ってんだ。何がいいと思います？今日さ、100均行ったのにさ、あれを買おうと思ってたのにさ、なんか猫のさ、毛がさ、いっぱいつくから、コロコロじゃなくってさ、なんかあるじゃん、毛が取れるやつが。いっぱい、なんていう、洋服のなんか、用のやつ、服のやつあるじゃん。コロコロじゃないやつ。あれを買おうと思ってたんだけど、めっちゃ忘れててさ。また明日買いに行こうかな、買い物に。タモ山田京子からタモに変わった。いや、変わってないのよ。変わってないのよ。スカヒラにするわ、次。こんばんは、どうも。ブラシ、あ、そうそう、ブラシみたいな。なんかでも、ブラシ、毛玉取るやつじゃない。なんか、ホコリとか取るやつ、服についた。あれで、取ろうと思った。あれ買おうと思ったんだけど。買うの忘れてた、めっちゃ。また明日行こう。今日めっちゃ暑かったんだよな、外。もう行きたくないって思ったんだけど。もう行きたくないって思ったけど、行かなきゃな。ちょっと、ブーちゃんの毛が。かまわんのも。ブーちゃんの毛キスって撃ち落とせ。ブーちゃんちょっと撃ち落とせない。ホームセンター、ホームセンター行ってない。百均となんか、いろいろ行った。スーパーと、無印と、って。買い物してきた。ガムテープ出たよ。やだよ、ゴミ増えちゃうじゃん。なんで山田教科なのにあだ名長教科と思う。あねちゃんとね、エリナちゃんがつけてくれたんだよね。なんでかわかんないよ。一回平にするか。こんだけ暑いと蚊がいないから起きやすい。あ、蚊がいないの今って。確かに最近刺されない気がするわ。確かに。ちょっと前しょっちゅう刺されててさ、やばかった。腕が。蚊に刺されまくってて。足を。じゃあ、スカヒロ、いるね。スカヒロ。はい。振り付き？振り付き？ふーちゃん、ツルツルにしたら解決？そんなかわいそうなことしないよ。さっきめっちゃ蚊に刺されまくった？あれかな？涼しくなったから夜になっちゃう。確かに、今日セミめっちゃいたわ。嫌だった。歩くの怖かった。飛んできそうで。偶然のいたずらであなたとすれ違った。心臓を止まりかけてわざと無視したまま通り過ぎた。なんてバカな私なの。こんなに好きでいるのに自己嫌悪に落ちる。駅の人混みで一人、一瞬の出来事が未来に悔いを残すべい。ねえ神様、もう一度時をリセットしてください。女の子にはスカート左ひるがえし、走りたくなる時がある。何もかも捨てて愛に向かうよ。恋をするたびスカート左ひる返し、ハートに火がついたように。私たち何をしても許される年頃よ。キシさん、ミラーボールタワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。ありがとう。グラントさんもレモさんありがとうございます。夢を見てるだけじゃ何も進展しない。手を伸ばして初めてそこに実のなる果実。大人への階段を一気に段飛ばして。じゃあねえ、今すぐ好きですと言わせてください。女の子にはスカートふわり膨らませ、元気になれる時がある。
をしたからスカッとふわり膨らませ、あなたを追いかけて走る私たち、何かしなきゃ、もったいない年頃よ、弾む息落ちる朝、全力でこの道を信じて走ろう、気持ちが風になれたら、ふぅ、ふぅちゃん、疲れちゃう、川を恐れずに世界で一番好きなの、女の子にはすぐとひらりひるがえし、走りたくなる時がある、だから顔捨てて愛に向かうよ、恋をするたびスカートひらりひるがえし、ハートに火がついたように、立ち直りをして、あ、許される年頃よ。ちょっとこれ高いわ。こんばんは、初見さん、ごめんね、ありがとう。こんばんは、初の方もありがとう。世界で一番好き。ちょっと息が持たないです。よし、あ、危ない危ない、タピオカトースト食うと油さ、食べよ、油補給する。パチパチ、ありがとう、愛してます。タピオカなくなった。ピッシーさんの、よいしょ、AKB が初めて見せてたのがスカヒラで、2006年とかなんだけど、生まれてたよ、私2002年生まれ、でも4歳で、4歳だからきっと見てない。あら、ありがとう、ありがとうございます。キッシーさんね、使ってね、ありがとうね、キッシーさん、ありがとうございます。ミラーボルトありがとう。今日7月24日、早いね、もう7月24日から、4歳だから M ステ見てない。24歳だから覚えてます。24じゃないのよ、21なのよ。タピオカだけ注文？このジュースなしで。タピオカだけはいらなくない？飲み物あるくらいんだよ。タピオカだけはいいよ。いらないよ、タピオカだけ。よいしょ。ギシーさん、ミラーボールタワー。ミラーボール。ありがとう。ママは、7月もあっという間だ。まあ、でも7月、8月は9月ぐらいはやった場の方がいいか。暑いから。暑いから早く終わってほしい。夏。キャサバ買ってきて作ろう。やばすぎ。そっからタピオカの粉とかじゃなくて、そっから作るの。結構無理があるよ。キッシーさん、ミラーボールタワーありがとうございます。ありがとう、たくさんありがとうね、ミラーボール、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう、ね、ありがとうございます。ありがとう。よいしょ、ピントラボールタワーありがとうございます。クマちゃん、ありがとう。ありがとう、ありがとうございます、たくさんありがとう。どう、うまぁ。ありがとうね。そういえばあれさ、反映されたかな？ツイッチのさ、アニメーションスタンプ。まだ反映されてないのかな？結構楽しみにしてるんだけどな、反映されるの。
あ、まだだ。遅くない？承認待ち。あ、なんかダメだった？でも何も通知来てないから。なんでこんな遅いんだ？私だってさ、出したの。いつだっけ？昨日？ん？おとといぐらい？昨日ぐらい？昨日だっけ？おとといぐらいじゃなかったっけ？遅くない？まだですか？まだですか？半夜は？ドラケンいかがった？そんなはずないもん。ただのクマの絵だもん。それをアニメーションスタンプにしてるだけだから。そんな引っかかるようなことをしてないぞ。スタンプ、アニメーション、簡単アニメーション。ダンプに関するガイドライン。なんか違反してたかな？ガイドライン。多分大丈夫だよ。アニメーション。エモート。アニメーションスタンプ。わかんない。わかんない。アニメーション。よくあるご質問。どのぐらいか、承認されるのは何を必要？キャスタマー拒否されて、拒否には、メールが来るのか。ほら、ブブちゃん。わかんないや。とりあえず承認待ちだな、このスタンプ。わかんない。まだ反映されてなかった。オーマイガー、即日、即日ってかもう承認に、承認待ちっていう画面にすらならなかった。おで、なんか、すぐだったわ。それだけ。どこだっけ？スタンプクリエイターだし、ボルト。スタンプ、そう。おい、これ一瞬だったわ、これ。配信してないから、あ、そういうこと？配信したら、反映するかな。いい感じに焦げたね、くまちゃん。結構楽しみ。愛されるの。まあいいや、今度配信しよう。こんばんは、どうも。海外嫌がらせ？そんなひどい。なことする。こんばんは。いつもの方もありがとう。担当者が有給でフランス行ってる？そんなことあるの？コンプラインしてないよ。してない。こんばんは。安心してる人優先してる可能性あるね、確かに。確かに、それか。プーさんにも似てない。黄色じゃないもん、私の顔。なんか茶色だもん。似てない。プーさんじゃない。大丈夫。まあいいや。反映されるの待ちだな、とにかく。なんか、うーと。方の申請を無視して悪いやつや。配信したらいいかもね。とりあえず今度スロー配信。普通のスタンプも増やしますね。私は悪くないってマイメロのやつじゃない。本家はマイメロじゃないらしい。え、わかんないよ。なんかさ、山田国王の権力で。何言ってんだ。もう入ってなかった。こんだけ入ってるのに飲めない。ストローで。初スタンプ、初スタンプ、なんだっけ、初オモの方ありがとう。スタンプ混ざっちゃった。初スタンプ、初オモの方、ありがとうございます。この野郎スタンプこの野郎いる？すごいな、ストロー、吸えないんだもん。ちょっと、後で飲むわ、ここ開けて。ここの、ストローの入り口開けて飲むわ。
どうすんの。初スターブです。何言ってた。トゥートリップ。あ、歌えるあれ。歌えなかったよこの前。ソロ届かない。そういうこと？なんか全然吸えなかったっけ。入ってんのに結構。ブブちゃん。ブブちゃん。かわいいブブが動いて。ストローの頂戴あげるわけないんだろ。ジャンマス、ジャンマス初動突撃やらだった時使うようにいらないよ。かまわ。今年は海行かない。去年も行ってないけど海はいいかな。そんなに好きじゃない。海だったらどっちかだったらプールの方がいい。プールも行かないけどさ。プールの方が焼けないじゃん。室内のね。室内のプールだったら。メイソンバイの給料うるせえんだよな。あとここ開けるって、ここの。上開けて飲むか。チャケちゃんの歌ってるやつにする？チャケちゃん何歌ってんの？チャケちゃん、歌ってるの、私歌えない可能性高いぞ。あ、友の方ありがとう。こんばんは。どうもこんばんは。よいしょ。声使う経験？いつもと変わんないよ。変わんない。海の前に外出ないから。あ、確かにね。確かに、あんま出ない。あんま出るの好きじゃないんだ。かまわ。博士の仕業？歌えないよ。歌えない。こんばんは、どうも。何しよっかな。んー、何と。こんばんは、どうも。ゆかちゃんとおたけさん、仲悪い。仲悪いとか言ってない。言ってないぜ。あんまりね、かかりがないんだよね。まあ、だからそんな話したことないよ。同じチームじゃないと、そんな会う機会がそんなにないからね。ブブちゃんおばたにして、それブブちゃんじゃないのよ。クマなのよ。あ、ブブ泣いてる。どうしたの？ブブ。ブブがニャって言ってた。珍しい。あんまり関わりたくない。そんなこと言ってない。関わりがないって言ったのよ。関わりがないって言っただけなのよ。に置いてブブ泣いてる。ちょっとついてきてあげよう。待ってて。めっちゃ暴れるんだけど、ブブちゃん。泣いてた。涙出てるブブさん。なんか足濡れてない？何踏んだの？ダメだよ、行かせないよ。いや、行かせないよブブちゃん。行かせないよ。ここにいるしかないんだよブブ。かいでしょブブ。イリが私の。ああ。ブブ。どっか行きたいの？よいしょ。ブブ。どっか行きたいの？足濡れてたよ。何がついた？水？でかい。一歳だもん。子猫じゃない。まさひろさんファンレベル20。ありがとうございます。ありがとう。くしゃみしてるわ。逃げたかった、痛い。なんかついてきた。ブブちゃん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 。猫じゃらし。結構ボロボロ。ブブが。遊ぶから。ブブちゃん。ブブちゃん。あ、ダメだ。見てくれない。もう、見向きすらしない猫じゃらし。
お腹上に向けた抱っこ嫌？下に向けたいのか。イモムシ違うよ。なんか茶色い、あの猫じゃらし。ブーちゃんが気に入りすぎてね。ボロボロにさ。暑い？え、そんな感じない。だってさ、エアコンつけてる。エアコンつけてる。私もお茶買ってきたよ。なんか、ボールみたいなやつと、ボールみたいなやつと、あとなんだっけ。なんか、蝶々みたいな猫じゃらし。買ってきた。ボロボロに咲いたから。新しいの、ちょっとやばい。めっちゃ毛が。パーツに気がついた。よいしょ。前髪切ったかもいいね。猫じゃらし、やだよ。ふみちゃん、太気味じゃない。ちゃんと運動させよう。もうこういう猫なのよ。こういうのもちょっと痩せたんだよ。ブブちゃん。マンチカンの短足だからね。ちょっと太って見えるのもあるかも。短足の猫ちゃん。こんばんは。初見さんコメントありがとう。今回 NFT 持ってた感じは今からしないかな。新しいおもちゃ。まだね、蝶々の方は使ってないけど、なんだっけ。ボールみたいなやつはね、なんか気に入って一人で遊んでたさっき。可愛かった。ブブ来てみちゃった。ブブがなんか言ってる。こんばんは。猫じゃらしで食べてもない。食べてはないな。噛んでボロボロにするの。猫じゃらし。こんばんは。ブブちゃん。水飲んでる。なんか書いたのか。いいじゃん。なんか言っとくかな。何が言っとブブザップ？ダイエットしたブブちゃん。運動させて。ご飯の量もね。そのたくさんはあげてない。劇場でもらったお酢に診察入ってた。え、めっちゃいいじゃん。ラッキー。診察、まだもらってない。お釣り。お釣りで診察。ファーストラブにする？いいよ。ファーストラブ。駅所公演曲じゃなくてもいい。駅ビじゃなくてもいい。そう、別にこのイベントね、何歌ってもいいんだけど。別に、この公演曲歌わないといけないっていう縛りは特にない。まさかのおばあちゃん。なんでみんなおばあちゃん好きなんだよ、そんなに。今日水色か服。紫熱心にしよう。ちょっと今日この。よいしょ。うん、今日買ったもん、448人。シンパークさん。初めてありがとうございます。ありがとう。ありがとう、ね。ありがとうございます。ありがとう。よいしょ。よいしょ。熱心。今日のシャツ着たいの、おばあちゃん？おばあちゃんじゃあ、一回入れるか。歌詞調べてみろ。調べないと分かんない。出ないからさ。調べて。歌うか。紫ネッシーです、今日は。紫。人前髪切ろう。今日、ハサミ買ってきたから。いろんな色ネッシー色。紫と水色と緑。3色です。うん。最初。うん、今日買ったもん、449人。マロンムーンさん、3ヶ月ぶり、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。452、リーチ。ほんとだ。あと1人。音符の色？あ、本当だ、一緒だ。紫。初めて出会って懐かしい気がした。あなたを前から知ってるみたいに。恋の入り口、ドアが開いて風に運ばれる。
日からずっとずっと待ち続けてた奇跡奇跡ときめいて憧れてこの胸のどこか切なかった生まれた日からずっとずっと夢を見ていた未来未来感情はいつだって今までの記憶ちゃんとグランチさん、ミラボルタワーありがとうございます。ありがとう、二人ともありがとう、ありがとうございます。5分半あるよ。長目と目が合ったら新しい世界へ知らない街角旅するみたいに時が止まって過去も未来も今も好きになる。これから先もきっときっと変わることなく続く続く。ひゅんとして恋焦がれ永遠の意味を知るのでしょう。これから先もきっと忘れられない事件事件初めてはいつだってドキドキの目次いつか空。レントさんファンレベル19ありがとうございます。ありがとうありがとう。あとあずささんもファンレベル18ありがとうございます。ありがとう、すごいありがとうね、みんなたくさん。生まれた日からずっと待ち続けてた奇跡ときめいて憧れてこの胸のどこか切なかった生まれた日からずっとずっと夢を見ていた未来未来感情はいつだって今までの記憶これから先もきっときっと変わることなく続く続くキュンとして恋焦がれ永遠の意味を知るのでしょう。これから先もきっときっと忘れられない事件事件初めてはいつだってドキドキの目次なんかね、口めっちゃ回るの。ありがとう。あ、それもう一回行く？一回休憩を。もう一回行くの。ありがとう。よいしょ、ありがとうね。ありがとう。パチパチありがとうございます。ふうなんかやり直し。ふうなやつダメなの。ブーちゃんケージでもう寝そうだ。ミラボまだまだだ。あ、そういうこと。じゃあちょっと急いで歌うか。なんかいろいろ何がいいと思う。みんな早く、あと2分ある。早く早く早く終わったら書くわ。ゆうさん100回目の訪問ありがとうございます。ありがとう。なんでもいいから早く早く言ってよ。よりおじゃわじゃおばあちゃん、おばあちゃん人気だな。好き好き好き。おばあちゃん、じゃあおばあちゃんさ、なんか歌詞出さないとわかんないから。好き好き好きにするか。好き好き好きにする。ちょっと。あー、シース。どこだ。だった。はい。なんか、BCM 切って。
き好き好き言うた。鹿の子なのかな、乾かしてた。あれ入ってるのかな。和田さんファンレベル13、ありがとうございます。ありがとうございます。付き合って2ヶ月は経ったけど何にも起きない私たち、女の子なんか興味ないようにずっとそっぽ向いてる。普通なら10回目のデートくらいでそろそろさりげなく近づいて、手を握ったり肩を組んだりキスだってありなのに、友達以上に習わとしないの、気遣いなんかはいらない、遅いかかってよこんな関係で、なんかちょっと不自然でしょ、もっと愛を深め合いたい、好きと言ったら好きだと答えて、もっとあなたを好きになるから、照れてたって遠慮をしたっていい人なんて超えてくれないよ、やっと二人は出会えたんだから、イチャイチャとくっつきたいのよ、呆れるくらいバカアップルデイ、約束恋人になろうよ、幸せな恋人になろうよ。グランツさん、ミラボルトンありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。親友にどこまで進んだのか、いろいろ聞かれて困るのよ、男の子たちは鼻息荒く迫ってくるって言ってた。地下鉄の改札口で別れる時をそんなにあっさりと帰るのね、見つめ合ったり指を絡めたり抱きしめてくれなくちゃ、例えば恋でキャッチボールのように一つのボールを二人で投げ合うものよ、私が一人で期待しててもおかしいでしょ、ちゃんと愛を受け止めなさい、好きになったら全力投球、だからあなたは高速球ってマイペースじゃ物足りないから、もしも二人が愛し合ってるならベタベタとくっついたいよ、粗食よりもっと脂っぽく今日から恋人になりたい、本当の恋人になりたい、はぁだったふぅだったね、ちょっと違ったね、ふぅかカロちゃんさんファンレベル22、ありがとうございます。ありがとう好きと言ったら好きだと答えて、もっとあなたを好きになるから、照れてたって遠慮したっていい人なんて褒めてくれないよ、やっと二人は出会えたんだから、イチャイチャとくっつきたいのよ、呆れるくらいバカアプルデイ、今日くさ恋人になろうよ、幸せな恋人になろうよ、ありがとうグループの曲一人で歌う、確かに息がねきついありがとうありがとうございました、ありがとうありがとう、よく頑張りました、2曲連続好き好き好きね、毎回こうなっちゃうのよ途中でちょっと酸素が足りなくなっちゃう歌ってくれてありがとう、こちらこそありがとうねミラーボールもありがとうございました、たくさんありがとう、多分48になるしか分身いける
パチパチありがとう。よいしょ。ミラーボール。よいしょ。感動した涙が止まらない。本当かよ。本当かよ。こんばんは、たまん。ミラーボール今、どうなってんだ、順位。あ、でも、みんなもポイントが上がってるから、まだ3位か。強いな。チャケちゃんとが、11万8800だから、チャケちゃんが12万だから、3000ポイント差で、セナタンとが、セナタンが17万だから、うん、6万ないぐらいか。計算できないから。1月24日。グランチさん。やばい、その雲超似合ってる。ほんと？よかったよかった。嬉しい。ありがとう。この服初めて着た。ミラーボールタワー。よいしょ。ミラーボール、いけるかな？ミラーボールってどんな感じだっけ。ミラーボールね、丸くて、ミラーボール、あ、なんかこういう感じか。ミラーボールの絵を描いてみようと思ってるんだけど難しい。おい、いいんじゃない？うん。ちょっと、まあ見えるはず、ミラーボールに。グランチさん、ミラーボールタワー、ありがとうございます。ありがとう。ミラーボール、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。たくさんありがとう。ミラーボールタワー、二つもありがとうございます。ミラーボール、これ。ミラーボールだよね。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。たくさんありがとうございます。ありがとう。ミラボールだよね。地球、ミラボールです、これは。ケンさんファンレベル17。ありがとうございます。ありがとう。二度目の方もありがとう。よいしょ。ミラーボール。地球儀じゃない。これミラーボール。ね。そうだよね。お疲れ様です。お疲れ様。鏡だわ。鏡玉っていうの？なんか言ってたけど、この前も誰かが。フロマンさんだよね、あと。メロンみたい？丸いの全部そうなるじゃん。そんなこと言ったら。ミラーボールです、これは。そうですよ。よいしょ。なんか手が、ブブの毛だらけだな。手洗ってくるかな。あ、なんかちょっと大きくなっちゃった、お目目が。ちょっと目がデカめのクマちゃん。フラマンさん、ミラーボール、あ、気がついてる、ブブのミラーボールタワー、ありがとうございます。ありがとう。ちょっと今日目大きめ。ありがとう、ありがとうございます。目大きくなっちゃった。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、たくさんありがとうございます。ミラーボール、あ、ピンク、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。たくさんありがとう。よいしょ、ありがとう。よいしょ。最終日最終枠で外変わる？そうね、確かに。それで1位になれるように頑張ろう。ミラーボールなくなった？ガルツさん、日本風だったから変えた。ありがとうね、フロマンさんも。ありがとうございます。一旦手洗ってきていい？あと水足してくるわ。ちょっと待ってて。
いしょ。よいしょ。はい。ちょっと待っててください。行ってきます。ミラーボールが。よいしょ。ただいま。水を忘れて、基礎になっちゃって、また戻ってた。よいしょ。よいしょ。で、水入れたと思ったら、なんかさ、コップにブブの毛が入ってて、もう一回入れ直し。ヤンスさん。ミラーボールとありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ちょっと待って、この、光ってる間になんか歌おうかな。なんか歌わないと。やばい。聞いてないよ。こんばんは、だわ。何する？ヤスさん。ヤスさんでしょ？名前戻ってる。何が歌いに行こうよ。じゃあ歌えないよ。ちゃんと、何ですよ。ちょ、歌えそうな。表情力歌えないって。ちょっと待ってよ。焼酎の表面張力そんなに入ってないって焼酎じゃないし。2度目の方ありがとう、こんは。キャンディーにする？キャンディー。キャンディー最近聞いてないな。誰かな。キャンディーどこだっけ？よいしょ。さん、久しぶりだね。よいしょ。こんばんは。歌えると歌えるかな？あー、マイク。キャンディーひとつ口に入れて舌のその上で転がすのよ。甘くてちょっと酸っぱい。
元気。忙しいエディバディケンエディバディさん。扇風機止まっちゃった。50cc バイクでちょっとその辺まで。土曜日の昼下がり日差しがうらら。 iPod でミュージックを気に入りの帰ら。嫌なことなんか全部忘れちゃえるからね。キャンディひとつはほっぺの中幸せになれる呪文みたい。エディバディゲエディバディさんどこへ行こうか。女の子は楽天的人生はきっとなんとかなるといつも心で雨を舐めてる。扇風機が止まった。商店街走ってリアー開かないじゃない。相手を拭いて雑誌を買って泣きなんだっけ黙らせるよ。ちょ忘れちゃった。ここもっと頑張れると思う。キャンディひとつさ放り込んで文句とか愚痴は言わなくない。エディバディゲエディバディさ何をしようか。女の子は気分屋さん今よりももっと楽しいことをいつも求めて雨を探してる。水がこぼれてしまう時はポケットからさあの魔法。はい、ちょっとこのタイミングエディバディ、はい、ちょっとタイミング分かんなかった。キャンディひとほっぺの中幸せになれる呪文みたい。エディバディさんエディバディさんどこへ行こうか。女の子は楽天的人生はきっとなんとかなるといつも心で雨を舐めてる。エディバディケンエディバディさん。エディバディケンエディバディさん。今日ちょっと青田やが聞いてくるわまた。初音の方ありがとう。わーで歌えないや。わかんない。なんか、他のがいいかも。なんか、途中女飛びて入れなくなった人。確かに。ちょっとタイミングが、ちょっと。入ろうとしたタイミング全部違った。入れなかった。女飛びで入りたいけど入れない人だった。僕退院する？いいよ。おかしいな。分かんなくなっちゃった。水表情に併用されてもなんでも OK。
ちょっと待って、聞いてきます。面白くなっちゃった途中で。自分が入れなすぎて。タイミングが分かんなくなりすぎて。二度目の方ありがとう、こんばんは。じゃあ、僕たい。いくか。よいしょ。うん、今日買ったもん、450人。ゆでんさん、今月、2ヶ月ぶり、ありがとうございます。ミラボルト、ありがとう。ランランララ、ランランララ、ランランララララ、間違えた。ララ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 君は今僕の太陽。あとで書くね、二人メモある、紙書きます。人差し指空に向けて巻きつけよう。白い雲ともやもやした気持ち、悩んでいたって仕方ないよ。床は明るく、嫌なことの一つくらい誰にもある。下を向いて落ち込んでたってダメさ。心のその空晴れ渡るまで上を向くんだ。君が世界のどこかで泣きながら孤独に震えていたって必ず僕が探す愛しさが目印さ。太陽は何度も夢を見る、永遠にあの地平線から眩しい光はエネルギー。君は今僕の太陽。二度目の方ありがとう、こんばんは。一人きりだ、夜の闇に怯えないで。僕はいつも君のそばにいるよ。もし世界中が敵に回っても僕は味方さ。だから悲しいことなんて忘れて、なんでもないように笑って。一人じゃないよ、君は夜明け待つ人がいる。太陽は何度も夢を見る、青空を今諦めないで。時には雨だって泣かないで、僕の太陽。太陽は何度も夢を見る、雨雲にもし覆われたって待ってる誰かを思い出して、君だけが僕の太陽。君だけが僕の太陽。ララ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 。負けないで僕
ングレンさん、またね、いってらっしゃい。いつもの方ありがとう、今日は。ありがとう、ありがとうございました。ダンディ13ファンレベル19、ありがとうございます。ありがとう。いつもの方もありがとう。こんばんは。ありがとうございました。ちょっと、そこ動かないんだよね、いつも。早く覚えてくるわ。くるみちゃんの配信でゆでんさんが来ていて、ちょっと気まずい。再開しちゃった、そこで。じゃあ、もうちょ。あれだった。よいしょ、次、水色の。こんばんは、初見さんコメントありがとう。気まずい、面白い。あ、そうもなかった、ありがとう。あいまえさんもタウトミルク。ちょっとあそこ変わんないんすよね。びっくりした、こっちさ、なんか、びっくりした、なんかカラオケの方の、なんかページとさ、このショールームのコメントの、なんていうん、カラオケのページがないさ、二つ開いてるんだけどさ、Windows? で、なんていうのその、カラオケ画面じゃない方のさ、を開いたらさ、まだミラーボール光っててびっくりした。更新したら消えた。うん、初見さん、ギフトありがとうございます。アワーギフトありがとうございます。髪型変えてないよ。髪耳かけただけ。だけです。こんばんは。あげますね。安さんのと。さっき何色で描いたっけ。水色か。一本くらい。よいしょ。ありがとうね、みんな。ありがとうございます。よいしょ。終わったんじゃないか、順位。みんなポイントが伸びてんな。強い。4月24日やすさん、今日くるみ行ってきます。くるみちゃん、ゆでんさんのお姉だな。2度目の方ありがとう。こんばんは。どうも。大事なのは総合。まあね、確かに総合ちょっと差開いてきてて、ありがとうございます。94万ポイントたくさんありがとう。やら、みんな配信して、まあ確かにみんなするよね、そりゃ。ミラーボールタワーが、ありがとう。あら、ピンクのペンがかすれてきてるわ。そろそろインク切れか。あ、でも出るな。なんでだろう、さっきかすれちゃった。ヤスさん、ミラーボールタワーありがとうございます。たくさんありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう。ミラーボール、ありがとうございます。ちょっとかすれちゃった、輪郭が。ありがとうございます。輪郭がもうないのかな。でも目とかはインク普通についてるよね。じゃああるか。ありがとうございます。ありがとう。たくさんありがとう。ありがとうございます。なんか言うてんすか。前髪が。うてんさん。アスキアートクマと並べてみたい。アスキアートクマ。付き合うとこはありますよ。あーと見せてあげる。しまったよ。4月24日グーディーさん、こんばんは。どうもー。クマの素朴感、これがいいでしょ。私のクマはこれです。初音の方ありがとう。こんばんは。こんばんは。ミラーボールタワー。ん？どうした？暴れてんな。イゼロはインク普通に出る。でもこのペンも結構使ってるよね、私さ。なんか、いつかのさ、ショールームイベントの時かに買って。ずっと使ってる。ゆでんさん、ミラーボルタワーありがとうございます。いるかな。
ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。色も描くの諦めた？やば！二つ以上の時に描きます。その時に描きます。以上。ちょっと見せてなかった近くで。じゃーん。ピントが合わない。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ミラボルタ、たくさんありがとう。ありがとう。ありがとう。なんでその塩？そういう塩なのよ。いや、いつもそうよ。二つ以上の時はね、ちょっとなんか、書き足してるの。そう。そうなんです。さっきから雲に引っ張れて、雲版はって言ってる？雲版はって言ってるの？気づかなかった。ごめん。気づかなかった。また言ってるじゃん。日本要求してるわけじゃない。違う。そう、日本投げていただいた時に書いてんね。そう。そうですよ。うん、ほら、ありがとう。ありがとうございます。したたさんになってる、それ。言うてんさ。さすがに分けなくていいのよ。こんばんは。こんばんは。たまーん。たまーん。ふーちゃんは寝てますね。やりたがってそうしよう。いいのよ、だね。いや、わも、そうよ。なんか、違うときは違う。なんかね、こういうのとか。たぶん、一本の月と何本かまとめて投げてくれたこと。分けるようにして書いてる。こんばんは。カオさんは？カオさんって何？カオさんじゃない？何カオさんって。こんばんは。どうも。メイさんのオイルで潤った。潤ったかもしれない。潤った。ポイント潤ったよ。95万ポイントいっても。ありがとうございます。油田さんのオイル、これ。リップ足そっかな。ちょっと薄くなってるね。気に水飲むか。うん、なんか。気入ってるぞ。手取っちゃう、もう手で。いや、私が飲むぞ。ウグの毛が、ウグのか？取れた。あ、ちょっと机濡れてる。よいしょ。ダジャレポイントは順調に加算されてますか？何ですか、そんなポイント。分けて書いてた初知り、嘘でしょ。気づかなかった。よいしょ、分けてたの。ミミさん200回目のおもありがとうございます。たくさんありがとう。ありがとうございます。こんばんは。リップ塗る。リップをこんばんは。だーん。よいしょ。ちょっとこれか。オッケー。よいしょ。よいしょ。こんばんは。どうもーん。おかえりちわん。ただいま。あ、さっきのやつも返せるか。ウデンさんの。ウデンさん。ミラーボールタワー、ありがとうね。あ、これか。ありがとうございます。ありがとう、ミラーボールタワー。たくさんありがとうございます、ミラーボール。ありがとう。おかえり。ミラーボール。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。たくさんありがとう。
ありがとうございます。ありがとう。ウーニャンと握手してくしゃみ出たりしない？あ、うん？アクション、アクション。何それ？ブート、触って、うん、触ってくしゃみ出たりするよ。予算外だからまだ。アザムの方ありがとう。ママ、アザマル山下と思います。なんだそれ？なんだそれ？二度目の方ありがとう。こんばんは。皆さん、クルちゃんと今度は、じゃあ1位にいる。1位にいるの？すごい。皆さん1位なの？すごい。こんばんは、どうも。どうも、どうも。二度目の方もありがとう。こんばんは。楽しみ、うでんさんがまくってくださいよ。まくってくれるの？うん、うん。よいしょ。カイツムイトさんもめっちゃ上にいるわ。二人と上にいるんかい。電車のそう、さず、分けなくていいの。いいの。さず、でかいからその言うだけ。感じ。分けてるから。二度目の方ありがとう。こんばんは。上ちゃんのところでただ投げたんでさえ。すごいな、こいちゃった。他の女の話ばっかりしないで。ヤスさんが嫉妬しちゃってるよ。ユネさんとカヤトミトさんのタワビリが見てきたんかい。お帰りみんな。よいしょ。みんなのおかげでも95万ポイントたくさんありがとうございます。ありがとう。すいません、ディズニーなんで。あつもの方ありがとう。こんばんは。あの子たちに3倍タワーお願いします。誰が言ってんの。はじめまして。本当にはじめまして。本当に。とかよ。どうも、こんばんは。あや、もうこんな時間なの。23時。35分そんな経ったら時間。浴衣配信。好きだね。ああ、腰も着るか、じゃあ。どっちかで、土日。着るか。着るか、じゃあ。まあ、個人の自由はね。始めました。何を始めたのよ。何を。ちょっと、リップクリーム塗りたい。ブラウスは可愛い？でしょ？このブラウス。のマウスパッドやばい。ブブの毛が、ついてるぞ、マウスには。猫飼ってる人はどうやって毛の対策してるの？コロコロ一択？これってもう。コロコロしかない？どうしたらいいの？もう最近毛が、すごくて。でも T シャツ、黒い T シャツ着たら終わる。やばい。どうしてんの？結構、やばいね。黒い T シャツ着て、そのまま出かけられない。ブブ触っちゃうと。こんばんは、とも。見て。大丈夫。諦めてんの？ゲームしかない。コロコロしか勝たん。コロコロがいい？買うか、じゃあ。コロコロ予備のやつも買っとこうかな、じゃあ、いっぱい。ブブさん、抜け毛がすごいのよ。いや、コロちゃんがね、あんまり毛が抜けなかったからさ。いや、こんなに抜けるんだってびっくりしてる。あ、ちっちゃいコロコロもあるな。それいいね。ちょっとマウスパッドにめっちゃつくから。あれが、バリカン送りましょうか、やめてよ。あ、ユデンさん。メラボルタ、あ、メラボール。あ、ミラボルタ、ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。じゃあ、歌をなんか、この間に、何がいい？ありがとう。ありがとう。じゃあ、くるみにも投げてよ。いってらっしゃい。何がいい？何がいい？何がいい？あ、ビンゴにする？次。何でも OK？ ビンゴにするかじゃ。
おばあちゃん、おばあちゃんいい、あとで歌って。じゃあこれ歌ったらおばあちゃん入れる。じゃあ歌詞調べないとわかんない。いつも聞いてるけどさ、その全部覚えてない。ありがとうね、ゆうてんさん、選ぶとは。よいしょ。あ、どうの方ありがとう、こんばんは。私がワン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 、わけなんて何もない、紹介された瞬間、稲妻に打たれたの。理想のタイプだとか、ここに惹かれたなんて思い出せないスピードで、目と目が合うと胸が高鳴る、心の奥で思わず叫んでた。ビンゴビンゴ、あなたに巡り会えた。ビンゴビンゴ、生まれて初めてピンときた。ビンゴビンゴ、今日までは決め踏まず待っていた。よかったわ、運命を味方に並び出。ここで起きた奇跡にスキップしたいくらい、神様に感謝する。 Thank you。 偶然はいつだって用意されたシナリオ、誰にも何も知らされずに、あなたのことを考えるたび、息をするのも苦しくなってくる。ひとひとと真ん中に命中、ひとひと私のハートが盗まれた。ひとひとどこかで会えるような予感くらいしてたけど、あなたはサプライズ。 Oh my god。 ヒトヒト違うのよ、ヒットヒットね。2度目の方ありがとう、こんばんは。ビンゴビンゴ、あなたに巡り会えた。ビンゴビンゴ、生まれて初めてピンときた。ビンゴビンゴ、今日までは決め踏まず待っていた。よかったわ、運命を味方に並び出。ヒットヒットと真ん中に命中、ヒットヒット私のハートが盗まれた。ヒットヒットどこかで会えるような夜間くらい、あなたはサプライズ。 Oh my god。 疲れちゃうね。わー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 、ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。パチパチありがとう、みんな。ありがとうございます。パチパチ。ありがとう。ありがとう。ありがとうね。ありがとう。
メモ帳。よし。すぐ呼吸忘れちゃう？呼吸が追いつかなくなっちゃう。散歩しないから耐えるか。今日ね、結構歩いてきたよ。買い物行ったんだけど。百均とスーパーと無印って、いろいろ買ってきた。でも、まだね、買うもの忘れちゃったから、行こう。明日また行かなきゃいけない。めんどくさい。筋肉が足りてない。そういうこと？筋トレ？こんばんは。雨行けた。雨ね、やむの待った。なんか、なんだっけ、天気予報見たら、そのなんか、やむってなってたから、やんでから行きました。雨嫌すぎるから。雨降ってたのにさ、今日めちゃくちゃ暑かった。めちゃくちゃ暑かったよ。もう外出たくないって思ったんだけど、今日。昼に買い物なんてもう行きたくないって思ったのに、また行かなきゃいけないした。めんどくさいな。ミラーボール書こう。ミラーボール。ミラーボールさっきどうやって書いたっけ？さっきのやつお手本に。よいしょ。よいしょ。よいしょ。オッケー。ミラボニーになった？ありがとうございます。ありがとう。うん、今日買ったもん451人。ヨシカナさん、初めてありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ゾウの方もありがとう。こんばんは。ルレさん、いるのかな？いるのかな？リンゴ初めてコンサートで聞いたとき、リンゴって言ってると思う。リンゴリンゴ？確かに聞こえなくもないかも。いいのかな、ゆでんさん。来てから、うまく。いなそう。ランキングにはいるけど、いなそうだから。あとで、どうか。もう、99万ポイントだ。あとちょっとで100万ポイントじゃん。ありがとうございます、たくさん。ペットボトル水やって、太いストローで、ブクブクする。それで肺活量。太いストロー？食ってかなきゃじゃん。ないよ、それ。ゆでんさんのアバター？ひよこのバラ？確かに。これね、そのイメージあるわ。600人まで前耐えなそう。今451人。でも結構、先月さ、450。先月はね、455とかだった気がするから。あと5人で先月の人数なのよ。今月だからめちゃいいぞ。この調子で毎月。今んとこね、毎月増えてってんの。だから、少しずつ増えてくださいタピオカのストローがある。捨てるよ。使わないよ。100キロカリ、ありがとう。いただきました。タピオカ全部飲んだ。飲みましたよ。もちろん。もちろん。お疲れ様です。お疲れ様。うなぎ登りですな。うなぎ登り。そんなたくさんは飲めてないけど。順調にちょっとずつ増えてってる。嬉しい。姉さんクルルのとこで、なんでタワー2本投げたか問い詰められてる。かわいそう。面白そうだな、そのルーム。なんか、見たいわ。なんで2本投げたか問い詰められてんの。面白い。二度目の方ありがとう、こんばんは。修羅場やばい。ストロー捨てておくから送ってください。送ってください。どういうことよ。やだよ。2個、結構だけど600人超えない。まあ確かにね。確かに。よかったものが、面白い女だから。面白い私のが。みーちゃん面白いよ。寝る？アイスミン。アイスミン。お疲れ様です。お疲れ様。お疲れ様です。
面白い。なんで2本投げたのか。なんで問い詰められてんの。あ、ゾウの方ありがとう。こんばんは。あれやる？おばあちゃん。最後の。グランツさんありがとう。面白い女。ありがとうございます。ありがとう。ちょっと、喋るわ。あれ？あ、落ちてく。おばあちゃん。オーバー、じゃあ、ちょ、KB で喋っていくか。歌詞、あ、歌詞あるわ。いや、よいしょ。え、読めるか。こんなこと言ってたっけ。 I live act never seen your here in world famous Akiha。 あはぁ、あ、なんて、これなんて読むのこれ。あ、これ in world famous Akiha those angels have come down to perform for you. Hark. Are you ready? そのあと。そんなこと言ってたっけ？言ってたっけ？こんなこと。Here? 歌う歌う。入れてみる？とりあえず。この曲歌って、いつもの、あの歌を歌って、終わろうかな。こんなこと言ってた？今日、こんなの言ってたっけ？おばあちゃん。うん。言ってんのよ。いや、あの、カモンみたいな、アユリディみたいな。そこら辺しか、覚えてない。多分言ってる。なぜか聞いたらそうなの。わかんないよ。ちょっと、ゆでんさん来たら、コメントしてもらおう。あとで、ゆでんさん来たら、あの、この、エアポイントを。言いますね。ちゃんと聞いてんのよ。こんな歌う日が来ると思わないじゃん。歌う日が来ると思わなかった。二度目の方ありがとう。こんばんは。あの、これ出さなきゃ。わかんないわかんない。ちょっと。これ一回、切ったらいいのか。カラオケを。で、画面二分割。二分割にして、二分割。これか。OK。え、違う、え、なんだっけ。二分割になってるから。これ違うか。あら。あ、待ってよ。あれ、ちょっと、あった。カラオケの画面どっか行ったかと思った。あ、見つけた。あ、ゆでんさん。ミラボルトありがとう。ありがとうじゃない、ちょっとミラボルありがとうございます。ちょっと後で。え、あ、びっくりした、始まった。歌じゃなんだっけ。書いたやつ見せます。あ、ちょっと待って。あ、肩どこで言ったっけ。アーディー。あ、ここよ、わかんなくない？え、ちょっと待って、あ、入れが分かんなかった。どっから始まるっけ。分かんない。ちょっと待って。待って、いや、分かんないや。歌詞調べたな、今の。やばい、終わっちゃやめましょう、これは。もう、タイミングが分かんない。さっき映像で聞いたのと違う？あ、違った？入ってるやつ？よいしょ。カラオケの画面2分割に戻そう。OK。難しい。分かんないよ。
と。エデンさん、ミラボルタワーさっき、ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。たくさんありがとうございます。ミラボル。ミラボル。ミラボル一応これ。ありがとうございます。ありがとう。たくさんありがとうね。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。二度目の方もありがとう。こんばんは。フォロー、お、フォロー？ラッコさんがフォローしました？ラッコさん外しました？よいしょ。ドラケ？ドラケ歌うの？ん？ドラケ入ってないでも。そばかすにする？夏のキス？そばかすのこと？そばかす？そばかすにするか。じゃあ今日これで終わるか。締め。油そばかす？なんかちょっとやだな。確かに油そば食べてきたいけどさ。そばかすかたんぽぽ？確かに。B だったらマジでそばかす歌って帰る。そばかす歌って帰るの。油そばかす、今日油そば食べたね。久しぶりに油そばめっちゃ美味しかった。今日ニンニク食べたからニンニクも追加した。ニンニクと温玉トッピング最高。リーバーは聞かないと眠れない体になってる。じゃあ今日は起きてよっか。今日来てよっか。おかずにしよう。おかずかカーブ入ってたけど、入ってなかった気がする。です。今日起きてましょう。寝ないで。あー、ワン、ツー、スリー、あー、ワン、ツー、スリー、あー。ワン、ツー、シー。真冬の海は静かすぎるね。寄せる波が耳に囁くよ。今日は一人で来たの。過ぎた季節が砂に埋もれて、片子だけどビーチサンダルが色褪せた恋。ナイフセバーのあの人と出会ったこの渚。いちごミルクのかき氷溶けるまで話したね。夏のキスはずっと残る。日焼けがそばかすになるように、見つめ合ってごく新鮮に、唇から唇へと愛が伝わった。夏のキスはずっと残る。鏡映ってる今も胸がキュンとするよ。心のこの足跡交換していないわ。ヤスさんとキッシーさんとクロマイさん、リボさん、ありがとうございます。ありがとう。波打ち際で水をすくって手のひらからこぼれる思い出、涙が海になった。二人でいなきゃ風が冷たい。監視隊が立ってたあたりではぐれたみたい。手を握るのも初めてで、ぎこちなく歩いた。永遠より長いような照れくさい夢を見た。夏の恋は続かないって。ふぅ。癒された。小麦色の跡を残す忘れられない恋のかけら。せらつ歌えなかった。
なく続かないって否定していたけど本当ね、この海にはもう来ないわ、あの人がいないなら日に焼けることもない。頑張って、息がふぅ、今度も吹いただきました。息続かないし、噛んじゃった。切なく数えたか。言えなかった、切なく。ネズミキャンさんファンレベル15、ありがとうございます。ありがとう。夏のキスはずっと残る。日焼けがそばかすになるように。見つめ合って、ごく自然に。唇から唇へと愛が伝わった。夏のキスはずっと残る。鏡のその中に映ってる。今も胸がキュンとするよ。心のこの足跡、後悔していないわ。あでも切ない感情詰まってた。あ、それならいいか。それならいいか。1,2,3,4 出た。まず3までだよ、それ。3までなのよ。最後言わないし。1,2,3 までなのよ、言うとしても。バチバチありがとう。ありがとうございます。1,2,3,4 2度目の方ありがとう。こんばんは。30分延長お願いします。寝ますよ、今日はもう。次の公演いつですか？次？次また明日しますよ、公演。これもまた明日します。イノキノールの行くない？行くない？いつもじゃあ、また今度歌うよ。あ、ゾウの方2度目の方ありがとう。こんばんは。2時からサッカーなんで、2時まではね、2時のサッカーを見るの？夜更かしだな。二の目の方ありがとう。こんばんは。どうも、初音の方もありがとう。あ、オリンピック、え？オリンピックってもう始まったの？え？今歌うじゃん。今歌いますか？うん。バース、行かないよ。オリンピック上で行かないよ。うん。明日4時半に起こしてください。ブリンブリンを2時間歌おう。長すぎだろ、あの曲短いのに。ないよ。こんばんは。さっき今日からの知らなかった。オリンピックって、オリンピック今日から？今日からあるの？え？え？今日？次かっていうか今日か。開会式前の競技が始まる？クローンズって何？開会式前？クローンズゲート？クローンズゲート知らないよ。何クローンズって？何ですかそれ？ズームの方やと、こんばんは。え、オリンピックっていつからなの？知らなかったわ。おばちゃん、キミホちゃんとの公式アルバム CD 配信等で聴けるので練習したいって聞いときます。2時からのサッカー実況して。サッカーし、わかんないよ。実況できない。開会式は4月27日。今日25か。あさって。オリンピックの開会式より前に予選とか試合が始まる競技。あ、そうなんだ。サッカーとラグビーが始まる、じゃ、開会式の前に始まるの？そんなのあるのね。じゃなかった。なんなら実況できる？バレーボールぐらいだったら。実況っていうか、ただ楽しんで見てるだけだけど。できない実況。じゃあ最後の歌いとくかな。
ないぞ。最後に歌った。フライング、ね、フライングじゃん。歌うんかい、結局歌う。いつもの最後の歌ね。ちっと聞いて、あらざもんて、キンキン禁止て、明らかもんて、反則、意識権、可能なもんではないです、無理ゲー、それ着てないて、ライバル口を揃えて、ライバル口を揃えて、バグれ、バグれ、認めせって、マジで、これも全部涙。いつなみ、いつなみ、やい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 、ブリンバンバン、ブリンバンバンボン、ブリンバンバン、ブリンバンバンボン、実力を発揮しきる前に、アイトのが爆裂でくらしい、アーカイキューハンドルペリハッピー、アイキャッカイダンテピカチ、アイカウッタピしてる毎日。誰も何の光もいらないもの、アイスより愛し、俺パッと見できないことばっかりだけど、ベリーハッピー、呆れてる呆れてる周り、恵まれてる家族友達、もう反則できた、ちいちみな俺に任せとけばいい、教科書いない問題集いない、ちょぱっとのまじない、鏡よ鏡答えちゃって、アンダメス、オーヤー、ナナミのまま蹴るとこまで、ナシンギンブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンボン、ブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンボン、ブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンボン、一番上、あいて俺のまでいるだけで情報、あいて誰も口を挟めない、あいて俺のまでいるだけで情報、あいて誰も口を挟ませない、イエーイ、学歴もない、前科もない、余裕で。この存在自体が文化財の脳みそ。高級車買える免許はない、愛車。全国各地ランス一品、このベロがブリンブリン。ベートナルマンタン、関西のまり、波のこたま。音楽を運するの女神、小山さんまたんばんま。漫画みたいな体とまんまで張り合えてしまってる漫画。圧倒的力、この頭と口から。この体なったとは入ってない、この人に傷もついてない。繰り返し明かしていくため短い、かつい年輪を刻む神話。ブリンバンバン、ブリンバンバン、ブリンバンバンバン。俺の輪でブリンして、バンして、バンするためにポンしてきて日本。鏡よ、鏡答えちゃって。波のまま蹴るとこまで、世代一番上、なしんぎんブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンバン、ブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンバン、ブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンバン、世代一番上、相手俺の前までいるだけで情報、相手誰も口を挟めない、相手俺の前までいるだけで情報、相手誰も口を覚ませない、ありがとう。ヤスさんが荒れてる。どうしたのヤスさん。面白い、あ、そうな方ありがとう、こんばんは。曲が一番だって言って荒れてるわ。かずやさんファンレベル14、ありがとうございます、ありがとう。初見さんコメントありがとう、はじめまして、ありがとう、こんばんは。あとサバババさんファンレベル19、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、こんばんは。パチパチありがとうね、ありがとう。初めて聞いた、嘘つけー。ごめんなさい。反省はしてません、してないんかい。荒れてた。面白い。ありがとう。よいしょ。ミロブ激戦なの？ちょっと見てなかった。ミラボー。あ、ほんとだ、ミラボー。チャケちゃんが3位、私が2位、サナちゃんが1位。チャケちゃんとの差が8400で、ちなちゃんとの差が17万だから1万4000ぐらい。1万4000ぐらいぐらいか。計算がちょっと遅いけどぐらいか。あ、どうもなかった、ありがとう、こんは。みんなが暗いじゃんって言うから。ヤスさんがおかしくなっちゃったじゃん。どうせ逃げました、みんな。チャケちゃんのところ、それチャケちゃんのところよ、私じゃない。
あ、ゾウの方ありがとう。こんばんは。どうもー。ひねさん以外のくるみの話は禁止しようが。来週前よりニートの差は広がって。来週前よりニートの差。ん？あー、総合か、総合か。ミラボルが通った。広がってる。22万ポイントさん、ありがとうございます。もう102万ポイントも、たくさんありがとう。ありがとうね。キラキラ星カニ、ありがとうございます。ありがとう。紫音符もいっぱいじゃない？紫音符142,613ポイントも。ありがとうございます。たくさんありがとう。ありがとうね。嬉しいな、ありがとう、たくさん。ありがとう。うん、今日買ったもん、452人。鳥親父さん初めて、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう。今日が一番でしょ？そうでしょ？どうしたらさ、今日。100キロありがとう。ありがとうございます。うん、初見さん、コメントありがとう。お疲れ様です。お疲れ様。お疲れ様です。こんばんは。どうも、フォローもありがとうございます。ありがとう。みんな最終日、最終回大丈夫、飛ばしすぎじゃないよねって言われて、大丈夫？どうなるか分からないからな、最後まで。タモさんは減って、タモさんは回転してない。そうそう、ないです、そんなもの。ないです。スピード違反。スピード違反ですか？さあ、ランキング読むか。13位からランキング読みますね。13位、ナンバーワンさん、ありがとうございます。12位、ヤマケンさん、ありがとうございます。11位、ユーティアットマーク、花の昭和生まれさん、ありがとうございます。10位、香港の春は、あ？なんか、ランキング変わってるわ、今。もう一回読み直さ、13位から読み直しますね。13位、ヤマケンさん、ありがとうございます。12位、ユーティアットマーク、花の昭和生まれさん、ありがとうございます。11位、ナンバーワンさん、ありがとうございます。10位、香港のアルマさん、ありがとうございます。9位、タカさん、ありがとうございます。8位、コラちゃんさん、ありがとうございます。7位、マサヒロさん、ありがとうございます。6位、ティンさん、ありがとうございます。5位、ヤースさん、ありがとうございます。4位、キッシーさん、ありがとうございます。3位、フロマンさん、ありがとうございます。2位、ユデンさん、ありがとうございます。そして1位が、グランツさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。うん、初見です。初見さんコメントありがとう。こんばんは。こんばんは。おはてを中宅で歌いました。あざした。あざした。ありがとうございました。寝るんか寝るよさ、夜だもん。寝ますよ。明日の配信もお昼やって、夜2回やるつもりです。お昼はな、そうですか？やりますよ、お昼。やりますよ。あつもの方ありがとう。こんばんは。今日買ったムズもめっちゃ増えて嬉しい。ありがとうございます。ありがとう。夜寝て寝ますよ。寝ます。ちょっとブブちゃんと遊んでから寝ます。寝てるけど、今ブブ。きっとね、私が、配信終わって椅子から立つとすぐ起きるのよ。物音で。普段もくせにお昼配信しようとしてる？しますよ。しますよ、もちろん。します。お疲れ様です。お疲れ様。じゃあ、そろそろ終わろうかな。今日もたくさんありがとうございます。もう102万ポイント。すごい。たくさんありがとう。紫音符1位で、ミラーボールは2位。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ、また明日の配信で。おやすみなさい。ありがとうございました。また明日。おやすみ。またね。おやすみなさい。